ブールとビュットペタンクとはフランス発祥の球技である。名称は南フランスプロバンスの方言ピエタンケに由来する。スポールブールやプロバンサルゲームをベースに1907年に考案されたとされている。テラン上に描いたサークルを起点として木製のビュットに金属製のブールを投げ合って相手より近づけることで得点を競うスポーツである。ゲームにはトリプルス、ダブルス、 シングルスの形式がある。双方がすべての持ちボールを投げ終わり、得点を確認するまでをメーヌと呼ぶ。コイントスやジャンケンなどによって先行チームを決める。先行はサークルを描き、その中に立ってビュットを投げる。ビュットが有効範囲に収まった場合、先行は第一投目のブールを投げる。有効範囲に収まったビュットへブールを投げる。 高校は先行のブールよりもビュットに近くなるまでブールを投げる。高校のブールが先行のブールよりもビュットに近くなった場合、投げ手は先行に変わる。ブールが相手のブールよりもビュットに近くならない場合には近くなるまで投球を続ける。片方の持ちブールがすべてなくなった場合、もう片方に持ちブールが残っていれば持ちブールをすべて投げる。ブールをぶつけて、 相手のブールを動かすことができる。ブールをビュットにぶつけて、ビュットの位置をずらすこともできる。双方が持ちブールをすべて投げ終えたら、得点を数える。得点は、ビュットに一番近いブールを投げた側が得る。負けた側の、ビュットから一番近いブールより内側にあるブールの個数が得点になる。次のメールでは、前のメールで得点を取ったチームが先行となる。 前のメイの終了時のビュットの位置を中心に新たなサークルを描き、再びビュットを投げて次のメイのを開始する。命ヌを繰り返し、どちらかのチームが13点を選出した時点でゲーム終了となる。ありがとうございます。